やった、宝くじだ。お母さん見て見て、宝くじ拾った。そんなゴミ拾ってどうすんのよ。じゃあ当たってもお母さんには一銭もあげないからね。今週のロト8、1億円当選番号。今週のロト8、1億円当選番号を発表します。1982100519821005、1982100519821005。おめでとうございます。当たったー、やったー、1億円当たった。こんな大金持ったら危ないから、お母さんが預かっとくね。返せ返せよ、返せ。お母さん、ここ家賃いくら。え、9000万よ。で、その人は誰。あ、こいつは執事よ。お坊ちゃま、これからよろしくお願いします。はい、朝ごはんよ。デリシャススティック、季節のアイスを添えて。あら、おいしそう。うまい棒とアイス合わないって。この組み合わせは健康にいいって科学的に証明されてるのよ。そういえばヤネちゃんのために勉強部屋作ったから来なさい。はい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 。あんたはここの本全部読むまで外出禁止よ。は？ふざけんなよ。いいから勉強しなさい。クソババアが。スイーツー。じゃあお母さん遊びに行ってきます。あんた本全部読むまで外出禁止って言ったでしょ。全部読んだから遊びに行くんだよ。じゃあ本棚の2段目一番右側の本の61ページの最後の文を暗唱しなさい。自分自身から逃走して最も広大な円を描いて自分自身に追いつく魂。狂気が最も甘く誘いかける最も知恵のある魂。あ、遊びに行ってらっしゃい。あなたは世界で私の次に美しいわ。お母さん、お小遣いちょうだい。お金は自分で稼ぐものよ。人に頼るな。クソババアが。しめしめ、今のうちにダイヤ盗んでやる。何してるの。お坊ちゃま、これはお母様には内緒に。いいけど、そのダイヤちょうだい。断ります。汗よ、それは俺が売るんだよ。絶対渡しません。あんたたちここで何してんの。ちょっと相撲の稽古してて。そう、なら頑張ってね。こんな小僧だろうが。人間が散る様はダイヤモンドより美しいかも。動画がバズってるぞ。ヤネちゃん、TikTok 見たわよ。聞く。トラブルとかも怖いし、もうやめなさい。ヤネスケくんですか？ラジバンプロダクションのハワイです。よろしくお願いします。よければ事務所に入っていただけないでしょうか？案件もたくさんあります。お母さん、頼む、入れさせてくれ。本当に大丈夫なんですか。我々が面倒を見ますので。それに今なら500万円の CM 案件も来てまして。ヤネちゃん、 TikTok 頑張りなさい。おう。今日は CM 撮影だよ。はい、どうぞ。うわぁ、すごいなぁ。ヤネスケさん入ります。よろしく。超人気 TikToker の周一郎さんじゃないですか。よっしゃ、一緒に CM 撮影頑張ろうね。はい。お腹が空いたな。そんな時はこれ、バンカの食パン。ありがとう。美味しくてカチュー。コラーゲンとビタミンとカルシウムと生産ガキと乳酸菌と硫黄がたっぷり入ったバンカの食パンだよ。やれしく、サコ。だって僕、天才ですから。キョキョ。余計なものしか入れないバンカの食パン。キョキョ。はい、撮影お疲れ様でした。疲れた。ヤネスケくん、気をつけた方がいいよ。え、なんでですか。キャラ作りすぎるとどんどん疲れちゃうよ。いや、でも楽しいので大丈夫ですよ。ならいいんだけどね。じゃあね。その後、俺は分析に分析を重ねてヒットする動画を生み出し続けた。よし、今日も200万再生。先生を論破してみたって動画、ちょっと炎上してるな。
社会の授業を始めます。いい国作ろう鎌倉幕府って言うんだけどね。近年の研究ではこの成立年代に関する異議が唱えられ、幕府の統治基盤が整えられた1885年が鎌倉幕府の成立した年とされましたよね。そんなの知らないなんて教師失格じゃないですか。やっぱり明るいキャラじゃないとダメなのかな。ヤネちゃん、ちゃんと歯磨いたの？うるさいな、お母さんには関係ないだろ。俺が金稼いでんだからちょっとは感謝しろ。くねねねね。おお、すげえ。てかあんなうさんくさい版誰が買うんだろうな。あれ？ヤネスケくんだよね。あ、あれやってよ、僕天才ですからって。いや、やりませんよ。うわぁ、なんかイメージと違うな。もっと元気で明るい子だと思ってたのに。ツイートしよう。うん、嘘です、嘘です、僕、天才ですから。おお、ありがとう、応援してるよ。あ、ありがとうございます。さあ、案件の CM 撮影だ。笑顔でお願いね。ほら、早くいつものやれよ。やりたくないです。おい、何百万って金がかかってんだぞ、いい加減にしろ。ヤネちゃん、お出かけ行くわよ。え、どこに？ここよ。は？ヤネちゃんももう小学生なんだから働かないといけないのよ。行くわよ。失礼します。ほら、挨拶しなさい。本日職業体験をさせていただきます、ヤネスケと申します。はい、今日はよろしくね。はい、じゃあ私は失礼するわね。あんたちゃんとやりなさいよ。ったく、なんでこんな忙しい時に小学生の世話なんかしなきゃいけねえんだ。おい、突っ立って何しろ、まとめがれ。社長、意地悪ですね。まあ、一年あっても終わんないだろうけどね。できました。小学生だからって嘘ついていいと思うなよ。早く次の仕事くれますか。今日は一日ご苦労だったな。ありがとうございます、いい経験になりました。それでは。待ってくれ、この会社の社長になってください。は？あなたならこの会社を、いや日本を変えられます。まあ別にいいけど、お母さんにも言っといてね。社長、かしこまりました。さあ始まりました、ヤネスケショッピングのお時間です。今日紹介する商品はこちら。この靴を履けばなんと 50m を1秒で走ることができます。それでは実際に走ってる映像をご覧ください。今お電話していただいた方に限り、なんとこちらの商品3キュッパでお買い求めいただけます。徒競走で1位になって、お母さんとお父さんを喜ばせてあげましょう。それでは。はい、お土産ありがとうございます。5足でございます。はい、5足ですね、誠にありがとうございます。少々お待ちください。あ、10足ですね、誠にありがとうございます。少々お待ちください。はい、10足ですか、誠にありがとうございます。社長、注文が止まりません。よし、追加で1万足発注しろ。調子だ。さあさあ、お告げいたします。それでは、総売上100億円達成おめでとう。乾杯。乾杯。お前ら、今日はたらふく食ってたらふく飲めよ。さ、そろそろ行きましょうか。サクッと1000万盗んで帰りましょう。最終試合は鬼ごっこ、これで勝った方が優勝だ。ただの鬼ごっこじゃない、この賞金1000万円を最後に持っていた方が勝利だ。
私追いかけるの得意よ。俺は逃げるのが得意だ。よーい、始め！これで確実に見つからない。あなた引っ込み思案だから隅っこ好きなんでしょ。畜生、ワッペ！時空の歪み具合からあっちの方向ね。何なんだあいつ。動くな。お金を渡しなさい。何なんだお前ら。口答えしないで早く渡しなさい。別に金なんていらねえからくれてやんよ。ほら、フライシュアルでけえ。黙れ。あれ、何してるの。動くな。動いたらこいつの命はないよ。別にその子は敵だからいいよ。それよりもお金返してもらうね。どうせ撃てないんでしょ。クソガキ。おい、来るな。ドロミちゃん。あれ、ちょっと、え、あんた、どこやってる。ちょっと、終了って、あれ、最後に持ってた方が勝利ってことは私の勝ちってことは私のお金なわけねえだろ。解放せー、全員まとめてぶっ倒してやる。ズあ、別に守らなくてよかったのに。たまたまだよ。家に帰って最新の論文読もう。家に帰ってゲームしよう。